ケープコット湾の位置を示す。地図1997年4月に宇宙から撮影されたケープコットとケープコット湾、ケープコット湾はアメリカ合衆国マサチューセッツ周辺岸の大西洋に面した湾である。南と東にはケープコット、西にはプリマス群があり、北のマサチューセッツ湾を経て外洋に繋がっている。メイン湾の最南端にあたる。湾内の海水は通常は 半時計回りに流れていて、ボストンから南に、プリマスに流れ、東から北に流れを変えて、プロビンスタウンに至る。ケープコットは、主に氷期に運ばれた岩や砂や砂利で形成されていて、約1万年に最後の氷河が交代した。氷河期の終わり頃には、ケープコット湾はおそらく大きな淡水湖となっていて、ケープコットのバス川やオルレアン港から流出していただろうと考えられている。 この5000から8000年にわたる海洋堆積物の作用により、プロビンスタウンスピットやプロビンスタウン港や、ケープコット湾の大きなボール型の部分が形成された。1914年に、ケープコット運河が開通して、ケープコット湾とバザーズ湾が結ばれ、ケープコットがマサチューセッツの本土から切り離された。マサチューセッツ州の愛称、ワンの州は、州に隣接するワン。 ケープコットワン、ナラガンセットワン、バザーズワン、マサチューセッツワンに由来する。ありがとうございます。